はい、皆さんこんにちは。本日は、僕の YouTube チャンネル始まって初めての、レビュー動画を、撮ってみたいと思います。本日紹介するのはこちらのポータブルハンダゴテです。もともとこれを買おうと思ったきっかけが、研究で結構デモとかをやるわけなんですが、その時に、出先で何かトラブルがあった時に、直せるようにと思って、購入したんですが、実はこいつが結構なんかできるやつで、普通にメイン の, あのハンダゴテも一緒にこれ買ったんですけど、そっちのハンダゴテを使わずになんかこっちの方を結構よく使ってしまっているようぐらい結構、使えるハンダゴテになってます。で、ポータブルといえども電気式ではなくて、ガス式になってます。ここにガスの注入口があるんですが、見えるかちょっと分かんないですけど、で、今ちょっとないですけど、ガスのガスライターと同じですねみたいな感じでこうガスを注入して、使うハンダゴテになってます。で、ここがガスの、容量の調整、ここでミニマム、ここでマックスで、これがガスのオンオフボタンになってます。で、ここからガスが出てきて、ここで燃焼が行われて、ここで先が熱くなることで、ハンダ付けをするという感じになってます。ちょっとつけてみます。で、これキャップのこの部分に、よくあるライターのこれですね、これがついてるのでこいつで着火をします。着火するときにはまず、ライターじゃないや、ガスの流量をマックスに合わせておいて、その状態でオンにして、これ音聞こえますかね、シューっていう音がしてると思いますけど、このシューっていう音がしている、つまりガスが出ているときにこいつでつけると、で、最初青い炎が出るんですけど、その後に赤い燃焼状態に切り替わります。で、この状態でもう準備 OK になります。さて、じゃあちょっとテストハンダをしてみましょう。画面が見えてないので、もしピントがずれてたりしたらすいません。で、ガスハンダーかなり熱量が大きいので、つけてから割とすぐ使えるようになります。もう溶けますね。盛りすぎました。はい。で、切るときは逆にガスをミニマムまで絞ってからこいつを消します。すると、たまに中にガスが残ってるので、まだちょっと赤いのが残ってますけど、次第に赤くなくなってきてという感じですね。で、これいいところが立てておけるっていうところですね。そしてさらに、熱収縮チューブとかを多分使うと思うんですが、これを使うときもヒートガンいらず。あれですね、切ってから一定時間は、かなりここの部分が熱くなっているので、またマックスに上げてあげて入れると、実は着火しなくても復活します。で、この状態でそのまま炙ることができます。はい、という感じでポータブルながらいろんなことに使えるというハンダゴテでした。で、いつも僕こちらの
チェロンセットこんな感じで、持ち歩いていまして、さらにこの中にハンダが隠してあります。なのでこのセットを持ち歩いてるとどこでも電子工作ができるという感じになってます。はい、という感じで今回のというか、まあ初レビュー、これで終了という感じで、今後続くかどうかは皆様の再生数およびコメント数にかかっておりますので、皆さんコメントいいねなどなどよろしくお願いします。ではではと言いつつ、ちょっと重要な情報を言い忘れたので追記しておきます。こいつ一応カタログスペックで、マックスガスを出した状態で45分間使えると確か書いてありました。で普通に電子工作する分には多分 25% ぐらいでいけるはずなので、まあもっと長持ちするんじゃないかと思われます。 100% にするともう本当に熱すぎて、すごいでかいハンダの塊を溶かすならいいんですけど、まあ、なかなか 100% で使うことは多分ないと思われます。あとかなり先ほどカメラを近づけすぎてよく見えなかったので、まあ、いいカメラでちょっと熱収縮チューブかけたところをちょっとズームアップしてみました。はい、こんな感じです。